平成21年台風第17号はフィリピン付近で長期間複雑な動きをして同地域に大きな被害を出した台風2009年9月29日にカロリン諸島付近で発生したしばらく西南西に進んだ後北東に向きを変えて急速に発達10月1日9時に10月1日の東方において 最低気圧930ヘクトパスカル、最大風速50メートルを記録して前世紀を迎える。その後、少し勢力を落とし、10月3日15時に、中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速40メートル、最大瞬間風速60メートルで、フィリピンのルソン島北部のカガヤン州に上陸。10月4日21時に、ルソン島を抜けて、 バシー海峡を北上したが、東方の台風18号との間で、藤原効果が発生して、停滞、南下して10月6日く時に、中心気圧975ヘクトパスカル、最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートルで、離陸地点付近に再上陸した。そのまま引き返して10月7日9時に、フィリピンの東海上に抜けて停滞する。10月8日になると、 ゆっくり西方へと進路を取り、10月9日くじに、中心気圧996ヘクトパスカル、最大風速23メートル、最大瞬間風速35メートルで、離陸地点付近に最上陸。10月10日くじに、南シナ海に抜け、熱帯低気圧に変わる。その後、熱帯低気圧は西寄りに進んで10月11日くじに、再び台風となる。 10月12日3時に中華人民共和国の海南島に中心気圧996ヘクトパスカル最大風速20メートル最大瞬間風速30メートルで上陸10月13日にトンキン湾に抜けた10月14日9時トンキン湾で熱帯低気圧に変わるこの台風は復活台風であり 台風としての寿命は13日18時間だが、1日は熱帯低気圧に降格していたため、その期間も含めた寿命は14日18時間となり、気象庁の基準の長寿台風のランキングでは、統計史上8番目に長い発生期間となった。フィリピンで死傷者438名。この台風のアジア名、パーマーは、この台風限りで、使用中止となり、 自順からは、インファというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。